弟さんになります。まあ、やっぱりあのキープ力もあるし、あのドリブルもできますしね、やっぱり2トップで今日は彼は点取るのが仕事。ちょっと序盤劣勢の状況もありましたが、ここは長いパスを2つジョルジーニョ狙っている。はじめジョルジーニョー、トーキとか旗は上がっていない。徳島に久しぶりのゴールが生まれました。実に533分ぶりのゴール、ジョルジーニョー。ようやくゴール、そのこぼれたところよく行ったんですよ、ジョルジーはね、ここですね。まあ、それが結果的にハッキのシュートにつながって、はい、こぼれ球を自ら決めることができたんです。旗は上がっていないジョルジーニョ、勝負ですよ、勝負。シュート来た、見事ジョルジーニョ。これは見事だわ。中に上がった端を使わず自らシュートを選択、素晴らしいゴールを。シュートですからね、選択肢はいくつかありました。中には端が上がってましたが、いや素晴らしいですね、これね。チャンスになります。ジョルジーニョ、オーバーラップしたキムに、おお、残せないか。何かノリというものを感じさせるプレーを見せた。ジョルジーニョ、端を見る、打てるか、端シュート。ジョルジーニョ、おっと、打ってきた、打ってきた、決まった。ジョルジーニョ2試合連発同点ゴール、ジョルジーニョです。素晴らしい。ちょっと無理そうなんで打ちましたね。いやー、最後ね、よく落ちましたよね、ボール。真ん中に構えています。これはちょっと、左足かな、左足で、低いボール、今面白いところ抜けてきましたね。あ、ジャンプしたのか。あ、そしてチャンスを迎えるジョルジーニョ、折り返して手前でなんとか今ディフェンスに入りました、ね。あー、ボールが通るか。さあ1対1か、シュート、抜けたな。一発で今裏にボールが抜けて、そのままアジがしっかりと冷静にねえ、これクリアボールですよね、ヘリングで、ジョルジーニョ、はい、そのまま左足ワンバウンド、はい、ジョルジーニョ、まあ、前向く、ここね、もったいないですよね、はい、ちょっと時間があったんでね。その徳島ポリティスのフリーキックです。ここで点が入るとゲームは面白くなりますね、はい。片岡もいます。壁の中に恥、大事なフリーキック、ジョルジーニョ、あーっと、あっさりと決まった。動けませんでした、シュナイダー。どうしたんですかね、今ね、振りを向けていた感じ、そこを通ったようなもう感じですよね。全然逆。